中山動き回ります。ハビエル・カーター、おでかいボール入ったらかわして、おお、そのでかいが出ました。スリーポイント成功、しかも2クォーターブザービーター、最後の最後で10点リードまで変わりました。今日3試合連続のガード、まあ、スタート今日になっています。菅原とハーズスキー、このピックアンドロール、中に入れるがちょっと倒れてしまいました。シュート含めいけどな、はい。さあ逆に今度は古川がスイングアウト、綺麗に決まりました。低い弾道で決めてきました古川。そうなるよな。ここで2回目のタイムアウトを取っていきます群馬です。秋田のは非常にいい流れを、ね、作ってますね。そうですね、ピックアンドロール赤穂、そしてザック、古川が行ったがここは一度ライスナー、ライスナーとパーカー、スリー決まりました。ライスナー、ライスナーこれで2桁11点、笑顔が弾け飛びます。さあ20点近い差、まあ、21点差というような状況になってきました。ここでオフィシャルタイムアウトになっています。ここで、まあ、オプワリウィナーザンセム、苦しい状況でこのウィナーザンセムを送そうとなりましたね群馬はね。さあ奪って、もったいないな、うん、またここでボトダがこう運んだ。さあ丁寧にスリーを沈めた、ハナーライスター。再び20点以上の差に持っていきました。残り3分13秒、秋田のはもう気持ちよくプレーしている感じですね。そうですね、